はい、どうも、シューティビです。ヘイです。はい、お願いします。というわけで、本日は、まあ、室内でね、はい、撮影をしてるんですけども、はい、なぜかというと、今日は雨なんですよ。そうですね。大体室内だったら雨ですけどね。そうですね。まあ、今撮影してるのが3月の2週目ぐらいなんですけど、はい、多分この動画出るのは多分4月ぐらいなんですよ。うん、もうあの、予定表をね、練ってこうやってるんですけど、はいはい、まだ4月じゃ平気なんですけど、はい、あの、5月が6月になると、梅雨が始まるじゃないですか。出たよ。ね、野球も中止になるし、はい、僕らがね、あの雨で中止になった時の過ごし方をね、はい、していきつつ参考になる、見てる人が参考になるような話とかしていこうと思います。撮影がなくなったら、まあ、基本的にゆっくりしますよね。まあそうですね、体力的にはゆっくりするのかなっていう、体的にはそうだね、はい、まあ、編集とかありますけど、はい、でワンチャン雨でもなんかやるぞっていう男が一人いるんですよね。そうですね群馬にいるんですよ。そうなんですよ、あの撮影やりますってなってコラボを予定してて、雨になっても、はい、中止だよって言っても彼は来ちゃうんですよね。この前1月か、うん、ひどい雨だからやりました、ね、そう、ひでえ雨ほんとひ、もう喉もおかしくなるぐらい風邪ひいたそうで、ダウンしたっていうね、はい、話があるんですけど、俺だったらやんねえで、マジで。いや、行ってバス停行って、じゃあちょっと打とうかとか、うん、ちょっとあの、まあ、最後のバス停になったら守備できるところもあるのでっていうのかなっていう、せめて。そうだね、せめて、はい、せめてそれなんだけど、なんでグラウンドを使っちゃう、しかも2カ所行くっていう、そう移動してね、はい、違うグラウンドも行くっていう、ほんとすごい、うん、やつですよ、あいつは。ほんとにパワフルマンだなって、パワフルマン、ほんとに。まあ僕らはね、あの仕事をしながら、はい、まあ、あの撮影をして編集をして YouTube 活動やってるんで、まあ、そこに関してもまあ僕らタフだなっていうところはあります。はい、で僕らってあの平日は普通に仕事を、まあ、朝から、まあ、夜まで、やってるんですけど、まあ、撮影はいつしてるんですかってそこそこさ、はい、質問が多くて、で撮影やったらもう編集するんじゃん、はい、で編集もいつやってるんですかみたいなあの連絡も来るので、今日はね雨の中、まあ、そういう話をちょっとしておこうかなと思います。はい、はい、というわけでまずはですね、はい、まあ、僕ら平日は仕事、はい、土日に、野球やってる、 YouTube 放送やってるんですけど、いつ撮影してるんだっていうのがあるんで、はいはいはい、あのお答えしますと、ほぼほぼ土曜日、基本的に土曜日ですよね。そうですね、かっこ、グラウンドが取れた場合ですね、はい、ほとんどは。そうですね、はい、でグラウンドが取れない場合とかあるんですけど、取れない場合は、まあ、あのバッティングセンター行ったりとか、はい、近くの公園に行ったりとか、はい、まあ、スポーツショップ巡ったりとか。そうですね、アンテナモンタナさんに行ったりですね。そう、そういうので撮影をさせてもらったりして、はい、でグラウンド取れると大体2時間か4時間撮れるんで、そしたらもうあの撮影をがっつりとやっていくんですけど、うん、コラボになっちゃうと、そうですね、まあ、4時間撮ってても、まあ、2グループだったらやっぱ2時間分ずつぐらいの仕様にはなるので、そうですね、3本ぐらいしか撮れなかったりするんですけど、はい、まあ、丸々ほんと4時間撮れて、僕らと、まあ、サポートのメンバー、はい、だったらマジで最高8本とか撮りましたね。そうですね、前ね。そう、8本、年末でしたっけ。そうそうそう、8本ぐらい撮って、それを何曜日って僕らの配信するの決めてたんで、はい、それあの曜日に合うようにこううまく合わせて編集をして出したんですけど、まあ、そういうのがほとんどで、今はもう4月最初ぐらいまでは撮影が終わってます。そうです、はい、今はまだ3月の10いくつかなんですけど、はい、もう4月ちょっとぐらいまでは撮影終わってて、うん、あとも編集するだけっていう感じで、結構ね、この後きつい編集が結構出てきます、うん、あの対決とか、はい、試合とか、はい、一番こうボリュームがでかい編集なんですよ。それをまあやりつつ、まあ、両平はね別の編集とかやってもらうんですけど、日曜はねチームのね、はい、チームの試合があるんで、それを撮影させてもらって、はい、あとはこう空いた時間になんかあれば撮影して、ちょろっと手短な、そうそうそう、がっつり撮影は土曜日、はい、で日曜日はチームの撮影をしたり、はい、ちょっとなんかあればって感じのスタイルで基本的にやってるんで、まあ一番きついのは土曜日とは平日かな、僕ら一番きついのは土曜日と平日の夜かな。そうですね、平日の夜とかいつの間にか記憶なくなってるんで、そうなの、そうなの。10時過ぎからもう僕の編集タイムがもう始まるみたいな。10時とか帰ってくる時間だな。そうだね、そうね、という感じになっております。まあ編集に関しては今あのプレミアプロっていうあの編集ソフトと、はい、でファイナルカットプロっていう編集ソフトをまあ使ってるんですけど、うん、まああの元々ファイナルカットプロっていうやつを使ってて、はい、まあ大井くんとかゴリスポくんもそれ使ってるんですけど、まあプレミアプロは徳さんとか
はい、クーニーさんとか、あの、アッチ系のメンバーとか、ボナール、ベイちゃんとか、はい、みんな使ってるんで、ちょっとそっち移行しようかなってことで、移行し始めて、その、こう勉強してるぐらいに良平が加入したんで、とりあえずまずは、つって、ファイナルカットプロを教えたり、はい、で、徐々にこう、プレミアを教えたりとか、してるんですけど、はい、まあ、大変だよね、最初はね。まあ、覚えたての時はもう、ほんと苦労したと思うんですけど、そうですね、チームです、チームです。ほんと、ほんと、ほんと、ほんとそうなんですよ。で、どうすか今最近。最近、まぁ、あ、ちょっと今、あの、普通に仕事が忙しいので、うん、あ、その体力面での疲れはあるんですけど、あの、以前よりかはやっぱりさすがにスムーズには。なるほど。はい。ただ、そのスムーズに慣れちゃったせいで、ところどころ誤字脱字が。そうね。まぁ、あ、慣れって怖いなっていうのは。そうだね。ちょっともう焦ってとか、急いでやってる。はい。のかな、まぁ、あ、まぁ、あ、時間も時間でやっぱ限られちゃってるので、まあ、その中で、いかにスムーズに、スムーズにっていうか素早くやるかっていうと、まあまだちょっと爪が甘い部分があるなって。そうですね、チェック大事ですよ。俺もまあ、音入れとか忘れたりするから、はい、もう何も言えないんですけど、あとはまあ、間違いに気づけるといいね、互いに。そうですね。互いに間違いに気づけるといいと思います。はい、今2人いるんでね。はい。2人と気づかぬままチェックするとああいうことに、そう、気づかないよ、そういうことがあるからね。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK、 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。